皆さんこんばんは。偉大なる神でございます。真剣抜刀8日目やっていきましょう。さあ8日目なんですけども、特に目立ったクエストはね今のところないので、セレクト達成度をね、5まで貯めて一気に緊急クエストの方まで解放していこうと思います。さあこっからはダイジェストでどうぞ。はい、というわけでロワルドロスゲットだぜ。さすがにロワルドロスぐらいはザクッとね買っていこうよ。もうほんまきつい。ボロボロスマジできつかった。もう多分これ一番きついんちゃうかな。はあ、いやこれね、裏でね、クエスト4回ぐらいやり直します。めっちゃ疲れた。マジで疲れた。ボロボロス倒すだけで多分40分以上かけとるわ。さすがにしんどい。よっしゃプケプケゲットだぜ。いやお前プケプケごときにこの時間もやばいよな。やっぱ上位は体力多いぜ。俺言ったか、罠を展開、今がチャンスだ。よっしゃビスティングも買っていったぜ。うわビスティングもなかなか強いんだけど、いやでもね、ボロボロスよりは比較的狩りやすかった。まだ参る、まだ参るよ。罠を置いて畳みかけるぞ。いやーね、リオレイヤーはね、俺狩るのプロやからね、上位であってもサマーソルトさえ気をつけていればまあなんてなことなくね、うん、狩れると。リオレイヤーゲットだぜ。さあこれで5体のモンスターを勝ったということで、緊急クエストが出現していると思います。それでは緊急クエストの方へレッツファイト。到着。さあ玉三つに勝っていきましょうということなんですけども、いや実はね、これね3回目の収録やねんな。何があったかっていうと、めちゃくちゃ裏で死にまくった。やべ、これ最後にしよう。これ最後にしよう。俺の体力がそろそろ持たねえ。いや、マジでさ、俺、玉三つねとの相性がさ、意味わからんぐらい悪いねんな。っていうのもね、玉三つねね、こいつやっぱ水フェアリータイプやからね、非ドラゴンの俺にとっちゃ天敵なんだよな。うん。いや、ポケモンのタイプ相性を考えたら、いや、そんなに相性悪くないはずやん。こいつの動きがさ、全然読めてないねんな。あぶね。それ、尻尾切らな、話なんてこと分かったから、とりあえず尻尾切っていいの。あと、この泡は食らったらやばいねんな。マジで今回、アイテム万全に持ってきたよ。硝酸剤と打ち消し身持ってきたから。そう、この辺、硝酸剤とね、打ち消し身いなかったらね、状態異常が半端なくめちゃくちゃきつい。あと、こいつの攻撃はなるべくかわしていこう。当たったけど。これね、もうダメージがバカなんねん。こいつね、長距離ブレスも結構強いんだよな。そのブレスがさ、シン・ゴジラのさ、レーザービームみたいなやつ出してくるんだよさ。それの威力高すぎて、回復タイミングもめっちゃ食われんだよな。そこをなんとかケアしていきたい。まずいまずいまずい。ほんまさ、こいつはめてくんのがだるいねんな。この泡状態になってめっちゃはめてくんのがマジで凶悪で、狩りの頃やったらさ、防具の力でさ、正直ご了承取ったけど、
いやだからこういうわけのわからん当たり判定がなマジで嫌い。ほんま常人に常人に優しい当たり判定にしてくれマジで。ほんまはさ軽快なトークを挟みながらさ玉三つ矢をさ華麗に買っていきたいのかやねんけどさ、俺がモンスターハンターあまりでも下手すぎてさ結構黙っちまうってのが最悪やねんな。めっちゃ俺ゲームめちゃくちゃ真剣にやってるからな。よいしょ、何事も真剣さが売りの偉大なる神にと申します。よろしくお願いします。あーもうせっかくは飛ばしたのにまだ甘くなっちゃった。危ない、これまずい、やっちまった。ちょほんまにきつい、玉三つねだけはまず許してくれ。ちょなんかさサクッと倒されへん、サクッと倒す方法をさマジで教えてほしい。リオレイヤーとかさ結構さ俺テンプレートの倒し方できるんよ。リオレイヤーとかビシュテンゴとかあいつらはさなんか倒しの方程式っていうのをさ俺はさ分かってんねんけどさ、タマミツネだけはマジで倒すための方程式が見えへん。教えてくれ頼む、マジで教えて。こいつ何したら勝てる、どういうプロセスを辿ったら勝てるんか、その論理的説明を求める。これで尻尾切れてくれ。あ、オッケーもうこういうラッキーで倒していこう。全部ラッキークッキーもんじゃ来て倒して感じで倒していこう。ラッキー星の皆さんも応援しております。オッケー、顔面も切り裂いていく。対比でうまいこと。もう目の前に行ってなんですか、その尻尾当たんのおかしいって。当たり判定、えよし、今疲れてるうちになんとか尻尾切ろう。疲れてるうちになんとか尻尾切らな、まずい、あぶない。ちょいちょこいつ当たり判定長すぎんねんってマジで。オッケー、いい感じに今かわした、運よく方向もかわしてる。じゃああとさ硝酸剤使ってる間さ頼むから攻撃してくんじゃねえ。じゃあ危ねえ、もう素直に気絶しとけ。雷属性選べやったら気絶、もうおかしいってそれ。あさんのちょもう嫌や、こいつ戦う嫌や、こいつ戦う嫌や、もう嫌や、もう嫌や。ちょ玉三つね狩り代行を頼みます。リアルタイムバレートレードしてる人に代行頼むか。ブースティングやったっけ、なんかエーペックスでも問題になってるように。何やったっけ、ブースティング、だから代行してさ実績をさ作るってやつ、ダブルハンマーとか。あんな感じでさ、モンハンもさ、緊急クエスト代行みたいな、ないんかな。俺の実力で勝てねえ、俺の実力で勝てねえ、俺の実力じゃ勝てねえ、ちょ許してくれ。自分の実力に見合ったクエストじゃないから、闇の力に頼ろうとしている男、ダークチップを使いなさい。ダークチップを使わないで、ダメー、ダークチップを使いなさい。ダークチップを使う、危ない。それさ当たんのおかしいってマジで。あのさ攻撃当たんのが一番理不尽やねんけど、こいつの当たり判定の大きさが意味がわからない。ここでもう尻尾切っちゃう、もう尻尾切って、尻尾切れ、やめれ、頼む、尻尾切れろ、よっしゃ尻尾切れた、尻尾切ったらあとは俺もんやろ、頼む。うわお前なんか毒々しいな色が。よし追いかけるぞ、尻尾切ったら何とかなる。待って、後ろにヤバいモンスター見えんねんけど。ほんまはさ優雅にさ俺最近シャンプー変えたんですよみたいなさ話をしたいんやけどさ、俺が全力で戦いすぎてさそういう話ができねえんだよな。見てくださいよこのめっちゃ真剣に戦ってる様を。おーちょさあさあ当たるだけでさ攻撃ダメージあんのおかしいってマジで。まずいって、あっぶねえ、わっ、いやーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ、マジでキトいってこいつ。これからだぜ、今日だけめっちゃ叫んでるからな、叫びが止まらん。もう多分叫ぶときはアニメ見て大声出すときだけにしてくれ俺。それ以外のことでしゃべって、お前それさだから当たんのおかしいって、おかしいってマジで。
れたら。あ、待って捕獲タイミングで、もう捕まえよう、もう捕まえよう、もう捕まえる、もう捕まえる、もう捕まえるよ、マジでマジで捕まえる。最高のお供だよ。待ってな、待ってな、よし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 、今今よしよしよし、いけ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 、よーしよーし、あー疲れた、マジで無理や、玉三つ目マジできつかった。もう見てくださいよ、このクリア時間20分ですよ。さすがに、さすがにきつかった。でもこれでね、上位星 5かな、星6やったっけ、もうそこもわからんわ、どっちか解放されたんでね、次の真剣抜刀もやっていきましょう。というわけで今回の真剣抜刀はここで終わっていこうと思います。次回の真剣抜刀でお会いしましょう。じゃあな。